今朝起きた、カンボジアのビクビクとは、仏教において出家し、具足会を守る男性の修行者である。女性の出家修行者はビクに、ビクの生活は涅槃に達することを目的としており、質素な瞑想生活を送ることで、自身の精神的な収集の助けとなるよう、設計されている。インドでは、紀元前6世紀頃から、出家し、各地を遊行しながら宅発する修行者がおり、 釈迦も、その一人であった。釈迦の弟子が増え仏教,教教団が成立してからは、その主要な構成員として、信徒に教えを説き、教団を維持する働きを持つ。元来は、食べ物を買う人という意味の言葉、ブッダ合作によるダンマパダ注釈書においては、陸を危険性を認識した人と定義しており、それからの解放を求める道に入ったものとしている。 エヌエーテナビッククホチアバタービケイトペアー、ビサムダマムサマーダーヤビッククホチナトバータ。ヨー、タプンカパプアンカベヘイトバブラマッカーリアバ、サンコヤローケイカーティサセビックク、ティベコティ、他にコツフのみにては、ビクならず、一切のところを当たる息を服用するのみにては、ビクならず、人もしげんせに、お手摘み服を離れて、清をし息に重し、神経にして、よう行けば、間、ま、のびくと言い張る。 パーリブッテン、ダンマパダ、266から267、スリランカトリピタカプロジェクト全集では、幸運流水という句から、修行者を運水と呼ぶ。創始祖食殿に、文を作るは、幸運流水のごとく、はじめより提出なしとあることから、幸運流水のごは、幾く雲や流れる、水のような、大自然と、おのずからなる、無心無差の働きを言う。 禅の修行者は一箇所にとどまらず、処方に死を求めて暗揚することから、幸運流水の句が、禅の修行像を指すようになった。そこから一般に、一定の騒動に止まって修行する修行者をも、運水という。運水はまた、雲、銅、動詞、暗揚像ともいう。ウィキクオートには、陸に関する引用句があります。ウィキメディアコモンズには、ブッティスとモンクスに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。